あ順当にポートセルミにでも行きましょう。あの前に並び替え。でも街入ったら結局のところビアンカちゃんになってしまうから、まあこれでいいっしょ。4人まで連れて行けたらええのに。何したかったんだっけ。ルーラルーラポートセールミー、久しぶりだなポートセールミーに来るのも。お船を使って新しい町に行きましょう。あい、船貸してくれや。もしかしてあんたらテクタンさんかい。カオパス、さすがなんか風格があるのかね、テクタンには。そのパパス並みの、パパスもさよくカオパスしてたじゃん。それみたいな感じでテクタンっていう名乗ればみんなどいてくれるよ的な。ビアンカちゃんのヒッピーやばいからちょっと回復してあげよう。オッケー。で、旅立つ前に、スラリンだったよね、持ってたの。地図地図。あららら、そうかそうか。フィールド出ないと無理なんか。イェーイ、ふんねー。地図で、ああ、真ん中に行くのがいいかな。で、真ん中ちょっと目指してみよう。ああ、降りちゃった。南東らへんやね。に、オーストラリア大陸があるので、行ってみましょう。あったい。あ、これあれやん。あっこやん、あれやん、奴隷生活しとったとこやで、ビアンカちゃん聞いてあっこで奴隷になってたねん。うち、あっこで、10年間奴隷してたね。でもここじゃまだ来たらあかんのじゃ、やばいんちゃう？また捕まってまうやん。っていうか全然入れなさそうやし、山があって。あ、新しい敵、幽霊船長と深海竜。ちょっとこれビアンカちゃんやばいやん。違う違う、入れ替えで、総替えでテクタン、スラリン、ピエールにして、うん、これで戦おう。うん、やっぱ、ビアンカちゃんを連れて行きたいのは山々やけど、さすがにちょっと、あれ死んじゃいそうな気するからさ、深海竜かっこいいな、なんかドラクエっぽくない。なんか、普通にモンスターって感じ。イェイー。ビアンカちゃんだけレベル低いもんね。ダリホー。ダリホーって何？やっぱ入れへんよね、ここ。ちょっと、海岸線上に、船を伝ってみよう。朝になった。あ、縦札。読みます。ここより南の島、テルパドール。テルパドール？はぐれメタルー！はぐれメタルー！これ、あれ、メタルスライムよりあれじゃない、経験値。ですよね。ですよね。あ、入れるやん。でもこれ、毒でしょ？うへ、うへうへ。ボスガルム、首細っ。強そう。あ、でもちゃんと攻撃と、強っ。怖い。お、会心やる。砂煙。とりあえずなんか、あれ、その幻に関係なくても、その命中率が下がれば全部マヌーサ扱いになるのね。やめて。やめて。じゃあ、ここは入れ替えで、当該で、ゲレゲレちゃん、ガンドフ・ピエールでマヌーサになってないやつで戦おう。よし。
うん、オッケーオッケー。ギリギリちゃんは MP 一個もないので魔法がもう使えないっていうそういうキャラなのね。あ、で、メンバーこれになるんや。それは嫌だな。これは元に戻っといてほしいんやけど、スラリン、ピエールと。やっとなんか仲間をちゃんと使い始めた感じがするね。あ、はぐれメタロウも狙うしかないっしょ。通れ通れ。逃げるな。ですよね。でもこの赤のさ、この首細恐竜も可愛いからさ、ちょっと仲間になってくれれば嬉しいかも。ビアンカちゃん、てれてれ。バイキルト、なんかいろいろ魔法覚えるな。ただバイキルトってなんじゃい。首細竜。テックタンがやばいよ。こういう時こそこれ入れ替えで、ピエールには、あれ耐性があるのかな、マヌーサ耐性。イエーイ。あ、ブラウンテレテレ。ブラウンもいたね。ごめんね、なんかちょっと、そうだ。この前棺を引っ張ってくれてたよね、そういえば、ブラウンは。テックタンピエースラリンピエール。で、呪文。ガンドフのベホイミで、回復。ベホイミでもそろそろ追いつかなくなってきたね。もう一回ベホイミ打っとくか。ベホマ打っとくべきだったかな。難しいね。しかもここで合ってるのかっていうそういうね、話だよね。なにこれ、マムー。キモい。いえ、キモいけど弱かった。今度は？ああ、また、エリミネーター。巨乳じゃん、巨乳。人が出た。なんかこれあれに似てへん、あれ。あれ、エグザイル。言ったら誤解を生むかもしれないけど、ザイルのことね、あいつ。あいつが大人になったんじゃない？こんな感じやったよね。ほら、ブルマ履いてるし。ちょっと待って。今なんかエリミネーターってやつ味方に攻撃しなかった？ようわからん。もうまた砂煙。まあもうあと一匹だからなんとかなるでしょう。よし、イエーイ。あ、テクタン久々てれてれ。お、ビアンカちゃんお揃いてれてれ。何もありそうな気がせえへんねんけど。お、サイ、デンタザウルス。なんかもう新しいのいろいろ出てくるな。なんか、覚えられへん。うわ、こいつは、どうしよう。とりあえずテクタン戦うけど、スラリンがルカナンで、ピエール、デンタザウルスの方にしとく。うん、どうせ逃げるよね。よし。とりあえず大丈夫。勝てはする。ふぅ。オッケー。イエーイ。おう、ギリギリちゃんてれてれー。ちょっと回復タイム入らせていただきたいと思います。オッケー、ベホまでがっつり回復できるからええね。おー、いっぱい。エグザイルいっぱい。なんなんこいつら。ちょっと強いっていうか、なんかやばくないこいつら。なんなん。スラリン死んじゃったし。もう、ごめんね、スラリン。誰にしとく？ゲレゲレちゃんにしとこうか。ここ、よかったん？ここ来て。なんか何もなさそうやし、うわ、何もない。もう、戻りまーす。
で、体勢整えてきたのと、鋼の牙を持ってきました。これゲレゲレちゃんでいいんだよね。お、めっちゃ上がるやん。これさ、なんか、今んとこ装備は、茨の鞭誰か使えへんの、そういや。無理か。くさびかたびらも結局、あれだっけ。あ、売っても良さげね、くさびかたびら。鉄の爪はどうなる？もう売っても良さげね。結局鉄の胸あって誰もできひんの。あ、ゲレゲレちゃん。ゲレゲレちゃんには胸があるんだ。ビアンカちゃんには胸がないのに。じゃあ、ゲレゲレちゃんの薬草を荷物の少ないマーリンに渡して、で、鉄の胸あってをゲレゲレちゃんに渡して、ゲレゲレちゃんが鉄の胸あてを装備して、革の腰巻きが余ったから、革の腰巻きはいらない。じゃあ、それで、あとはメンバーを発表します。テクタン、スラリン、ピエール、行きましょう。あっこはもう無視無視。とりあえず南東に向かおう。え、なにこれ、しびれクラゲ、クラゲか。かわいい。美味しそう。なにこれ、かわいい。あ、もちろん左ね。右側さすがに美味しくなさそうだもん。力貯めてる？やばいじゃん。よし。イェッエーイ。その南南国に行こう、南国。ヤシの木とか生えてるんかな？ここはもう無視。まだ来るとこじゃなかった。テクタンが奴隷生活に戻るにはちょっとまだ早すぎた。で、もうちょい下か。いえ、幽霊船長一人だけで出てくるとボスっぽい感じするね、いでたちが。ビアンカちゃん、テレテレ。ベギラマ。もういろいろ覚えるね。魔法使いだね。ビアンカちゃんは。マハリーク、マハーリタ、ヤンバラヤンヤンヤン。わ、かわいい。イエーイ、かわいいと思ってたら、こいつ麻痺させてくる系か。そりゃ困ったぜ。で、もっと下やね、もっと下。うん、これよりもさらに南やね。あ、こういう時に、スラリンだ。地図を見てみて、今、あ、もうこんなとこまで来たん。え、砂漠あるやん、砂漠。あ、このちっちゃい、ニュージーランド的なもん、これ。え？ちゃう、これ明らか南の島ちゃうやん。え、これ砂漠に降り立っていい？え、来てよかったん。あ、オアシス。イエーイ。敵が炎の戦士でびっくりした。被ってるやん。ここ回復できるんじゃん。あれ？ちゃうかった、入れるんや。あ、おじい。ごめん、夜に来てもった。おや、お客さんとは珍しいの。せっかくじゃからいいこと教えてやろうぞ。ここから砂漠を西に歩けば、テルパドールの城。あ、メダル王いるんだ。東南の海に浮かぶのがメダル王の島じゃ。へえ。小さなメダルとか入ってるんじゃない？教えてくれるってことは。イエイ。そっか、ちゃんとメダル王に出会えるんや。よかったよかった。架空の人物かと思った。え、西に行けば、テルパドールのお城。ケムケムベス。イエーイ。っていうか、町っていうか、ここに入ったから、ビアンカちゃんになってた。危ない。あ、あったお城。え？スライム？なんでこんなとこでまたスライム出てくるん？
スラにお友達だよ。え、ちょっと待って、このスライムさ、ヒッピー高くね？どういうこと？レベル高い。鍛えてきました的な。経験値ももらえるし。こんな砂漠のところにお城があるもんなんやね。宿ちっちゃ。え、城のさ、城下町のさ、宿な、もうちょっとさ、いいやつ建てて、銀融詩人ですが、この城に来てみて、本当にびっくりしました。勇者にまつわるいろんなこと、へぇ。銀融詩人。何、歌うたい？旅して歌ってる、的な。シンガーソングライター。これお城？あ、入っていいんや。お邪魔んぼう。あ、教会やった。あ、2階がある。あ、忍び込んじゃった、お城に。わ、広。広い、ええな。すごい。ピラミッドや。おっちゃんがおる、おっちゃん。おっちゃん、ちょっと遠いわ、そこまで行くんに。また後で会いに行くから。とりあえず、あ、こっちは何この左。あ、武器や。防具や。二つある。え？繋がってへんの？なんじゃそりゃ。リリオクの杖。何リリオクって。ビアンカちゃんが上がる。マーリーも上がる。モーニングスター。あ、もういいっす。バトルアックス誰かに買ったね。ブラウンに買ったね。ハジャの剣も買ったし。ノコギリ刀誰も装備できない。鋼の牙も持ってたってことだし。あ、いりません。バイバイ。子供。僕のお姉ちゃん、お父さんと喧嘩して家を出ちゃったんだ。家出か。え？そりゃ大層な喧嘩やね。勉強机。左の装備屋さんにも、装備屋さん？防具屋さんにも行こう。はい。右のさ、やつってなんなん？あの、縦の右にあるやつ、あれ、亀？あ、亀の甲羅か。あれが亀の甲羅か。ああ、結局そうか。三河市の服、こんなんがあったね。シルバーメイル。うわ。え、ピエール上がる。ハジャの剣買ったところやのに、レースのビステ。ビステってあれちゃん。あの、ちょっとやらしいやつちゃん。買ってあげたいけど、2しか上がらんのか。マジックシールド。シルクハットも買ったしな。シルバーメイル、ピエールに買ってあげたいね。まあ、いっか、とりあえず、今んとこ。じゃあ、お城の中に忍び込むことにしましょう。イン！広い。え、なんかしてる。なにこれ。わら人形と戦ってる。広い。やや旅の人ですね。ここは兵士たちの訓練所。もう、再び世界に勇者様が現れるその時まで、伝説の兜。あ、そっかそっか、あの勇者の兜、天空の兜か。切れるもんなら切ってめい。オリアンそばに来ると怪我をするとめっちゃそば呼んでる。今人形を相手に戦いの訓練をしてるんだ。キエー、こえー。そっか、兜か。今剣と盾を持っておりますが、壺じゃない樽。あー、美味しそうなリンゴとバナナですこと。何もない。スラリンかわいい。なんか入れといてくれよ。ずっと昔のことだけどね。私ら、テルパドールの祖先は、勇者様のお供をしたんだよ。それで世界が平和になってからこの地に落ち着き、この国を作ったのさ。なんで砂漠にしたん？ねえ、知ってる？世界が再び危機になった時、勇者様が現れるんだって。知らない。すご。守りの種。うわい。マックマンの壺弱かったしな。あ、そうか。馬車がないから、入れ替えができない。そっか、なるへそ。
まあでもガンガン行ってれば勝てるんじゃない、そのうち。攻撃弱っ。もうちょいで勝てそうじゃないって勝手に思ってる。殺された、殺人や、殺された、マジかよ、おい、しかも死なへんし、死なへんし、バイキルトって帰ってきたりせえへん、魔法切って、バイキルトって何、ソラリンに経験値入らへん、めっちゃでも経験値少ないけど、なんかかわいそう、でもちょっといいや、これ学者やん、学者、話聞いとく、ソラリン、私は伝説の勇者様について研究しているもので、どうやら伝説の勇者様は天空の地を引いていたようですな。天空の地、ほう、天空の城ラピュタ、パズー、シーター、あ、かわいい、女王様は再び闇が世界を覆い尽くそうとしていることを予言し、伝説の勇者様の再来を待っておられる女王様がいるの、女王アイシス様は下の庭園におわしますわ、ほう、いや一瞬さ、ここのお城もしかしてパパス城かなって思ったけど違うっぽいね、何ここ、どういう作りしたらこんなんできる、すごい、あ、室内にこんな、なんていうか木植えちゃったよ的な、そんな感じ、さあさあお花の手入れをしなくっちゃ、おや、あんたも私ってことあのこと、まあおばさんたらお上手なんだから、テクタンにはなんかコメントない、イケメンっすねとか、ジャニーズ系だねとか、なんかない、通れない、すごい、地下にこんなん、よっぽど金持ってるな、お前か、ようこそいらっしゃいました、はい、私がこの国の女王アイシスです、あなた方も伝説の使者様、お墓、お墓、お亡くなりになってるん、先にちょっとここ気になるから調べさせて、急いでもってこの、槍持ってる人に話しかけさせて、砂漠の後ろにこのような天才、驚いたよ、へえ、女王様何ができるのこの人、女王どこに行ったよ、消えたし、見失うた、上か外か、ちゃんとついていきなさいよと、外ね、はいはい、あ、こっち、あの鍵のあった部屋ぽいね、でもちょっくら時間があれなので、あっこにいる おじさんに話しかけてセーブして、スラリン蘇らせてセーブして、今日は終わろうと思います、やっぱここっぽいね、開けてくれたおじちゃん、うー熱い、喉が渇いた、ミミズを、私はミミズのところまで、あるやん、あるやん、すぐ近くに、へえ、ここってルーラ登録される、ルーラー、あれされへん、あ、そうなんや、へえ、お城じゃダメなん、ライハットもだってされてるやん、不思議、ちゃう、教会、教会どこやっけ、これやんな、うん、話しかけたっけこの人、いにしえの昔、天空より一人の女舞い降りき、あ、聞いてないわ、その子供勇者となり世界を救う、これは伝説の勇者にまつわる言い伝えの一つですわ、まあ、あんまりよくわからん、ではセーブします、蘇らせます、いい
祝いのメロディー。はい、セーブ完了しました。では今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。